皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんばんは、ゆっくり魔理沙だぜ。今日のテーマも障害者就労支援は相手の頭の中で考えるの続編なんだね。そうだな。昨日のお話にもう少し説明を加えていくぜ。それは楽しみねー。今日もゆっくりしていってね。今日のスライドはこちらから。女の子がジャガイモを収穫しているけれども、この子に収穫方法を伝えるときに、霊夢だったらどんなことを伝えるかな。そうねー。ちょっと書き出してみたんだけど、力加減、芋のある場所、畝を崩す、周辺を掘り返す、道具や時期も伝えるかも。まだありそうだけれども、丁寧にあげてくれてありがとう。収穫に関連することを本人の理解力や思考パターンを見ながら伝えるといいんだぜ。だからこんなに笑顔なのかもしれないね。理解の仕方、解釈の仕方、行動の取り方、それぞれに違いがあるから楽しいよね。人間だもの。本人の傾向に支援者の理解が追いつくときに、より良いフォローアップができるんです。就労支援なんだから、毎日の何気ない会話や作業からたくさんのことを吸収して、できる限り良い形で次にバトンをつないでいきましょう。その方が笑顔で働く日を夢見ながら。頑張った後のご褒美は大切ということで、今日もローソンさんで緑のたぬきと海鮮かき揚げを買いました。このかき揚げをなんと茹で上がった緑のたぬきにドボン。かき揚げが美味しすぎて緑のたぬき感はほとんどなかったそうですが、とても美味しかったとうく主は言っていました。次はカツがおかずにあるときに醤油ラーメンにドボンすると意気込んでいました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけますと大変励みになります。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。